トニック子役の子、夏休みだから働いてる。まあね、稼ぎ時ですよね、きっとね。もう、まだちゃんもあれよね、あのでも夏休み関係なさそうだけどね。どうなんだろう、あの子たちちゃんと学校行けてるのかしら。どうせだよ、
長の場合、黒い全身タイツを着た中学生とか小学生がたくさんいるはずです。見てみてください。マドモセル、おかわりいいかな。ラジオネームプラズマの王者さん、銭湯でさっぱりしてから家に帰るの間もまるでサウナにいるような気分だったので、僕は今家にいるのか銭湯にいるのか判別がつきません。ここはどこですか？それは多分お台場の大江戸温泉物語じゃないかしら。ありがとう。ただね、座りきれませんということで、ここで一曲お届けしようと思ってるんですよ。その曲はですね、日に日にリリースが迫っております。9月4日発売の私のファーストフルアルバム、カフカナイズから一曲お届けしようと思っているんですが、そのさっき言ったサマソニーでもラブコリーダーを初めて披露して、広島でも2つの太陽を初めて披露したんですよ。まあどんどんね、披露していってるんですけれども、
いただきましたドラムガールの今月の特集は。